道の4度目の防衛戦、それも最強と言われるですねアイブカルデを迎えての指名試合というふうになったわけなんですが、この試合のポイントはどの辺にあるか、田中さんどういうふうにご覧になりますか。工藤の左とあと外に回ることですね。まあ、カルデのですね、かなりタイミングのいいパンチもありますからね。世界チャンピオンの工藤正史が紹介されました。WBA 世界ジュニアミドル級1位ウガンダのアイブカルデです。そして今日のレフリーはロバート・フェララ、ジャッジがハロルド・レダーマン、ティモシー・ケラハー、この3人によって行われます。両選手が試合前の注意を受けています。まあ、こうやって見ましたところですね、背の高さはほとんど変わりありません。身長が173センチですね。リーチでカルデが189センチ、3センチ上回っています。試合前の緊張した一瞬です。今試合開始のゴングになりました。 WBA 世界ジュニアミドル級タイトルマッチ、工藤正史4度目の防衛戦、試合開始のゴングになりました。右構えオーソドックススタイルがチャンピオンの工藤正史、赤のトランクスです。一方の挑戦者アイブカルデ、ご覧のようにサウスポーです。ダークグリーンに黄色のサイドラインが入りました。トランクスをつけました。挑戦者黒人のアイブ・カルデ、イギリス連邦のミドル級のチャンピオンでもあります。じわじわと詰め寄っていきます。アイブ・カルデちょっと不気味ですね。不気味ですね。しかしこうやってあの体格を見ますとですね、腕の筋肉あたりはものすごいですね。いい体してますね。カルデの右です。工藤がステップバックしてこれを受けました。工藤の左です。左から右手を下ろしました。思い切っていきましたね今工藤は。そうですね、はい、今度は右へ回ります。工藤正史、まあ、先ほどから花川さんが相手 の, その外側へ回る、はい、ということを盛んにおっしゃってましたよね。今のあれ回り方でいいんですよね。左へ回る方がいいですね。そうですね。右です。アイブカルデの右です。ちょっと前へ引くようにしました。チャンピオンの工藤正史、工藤は高校時代レスリングをやっていました。まあ、1ラウンドの動きなんですがね、意外にあの手数が多いんじゃないですか。そうですね、もっと見合うかなと思ったんですけどね、はい、カルデの右です。工藤自身も言っていました、ゴンザラス戦の時よりは KO 率が高いのではないかと話していました。工藤です。工藤が左から右と入るところ、カルデの右が顔面を捉えています。今度は左です。いきなり左を打ちました。アイブカルデ左から右です。ボディを狙っています。カルデもなかなか目はいいですね。はい、ちょっとよろけましたね。右を引っ掛けられるような形になりました。工藤正史チャンピオンです。じわじわとコーナーへ詰めていきます。アイブカルデ腕を取って左のパンチを繰り出しました。工藤カルデの左が顔面を捉えました。今度はボディへの左です。左のストレートも伸びます。アイブカルデ工藤の顔つきはちょっと変わってきました。そうですね、はい、やはりこれは強いと言われますね。これ1ラウンドが終わりました。10対10ですね。このラウンド花形さんの採点10対10ですか。差がありません、はい、今チャンピオンの工藤正史が映っておりますが、これまで23戦して23勝 12KO です。負けはありません。工藤正史、試合はこれから第2ラウンドに入ります。花形さん、はい、今第2ラウンドの開始のゴングになりました。1ラウンドの動きご覧になってどうですか。まずまずですね、まあ、カルデ選手
かなり の, その強い選手だ、上手い選手だというふうに見られていたんですが、やはり、ね、今のパンチなんかもね、なかなかいい左ストレートを出しますね。はい、工藤の右出す。しかしあのバランスの点ではですね、挑戦者のカルレの方が今のところはいいみたいですね。そうですね。左出す。工藤もパンチを返します。ちょっと工藤の顔は赤くなりましたね、はい、カルレの左のストレートが工藤の顔面を捉えました。あの左のストレートですかね、今のところもうほとんどもらっているような感じがあるんですが、そうですね、どうですか、あの腹へ来たりあの顔に来たり、はい、なかなかいい左ストレート打ってますよ。スピードもありますね、なかなか、あ、工藤がちょっとふらつきましたが、右がちょっとこれ簡単に見になりました。スリップダウンです。またバランスを崩したチャンピオン、あの右でバランスを崩しますね、工藤は。そうですね、はい、ちょっと左から右、あ、今のいい右が入りました、入りました、チャンピオン早く目線です。挑戦者が積極的に打って出ます。ちょっと工藤君効いてんじゃないですか。正確なパンチが工藤の顔面を捉えています。元世界チャンピオンを2人倒しています。世界ランカーを8人倒しています。WBA 世界ジュニアミドル級1位のアイブ・カルレ、工藤が迎えました。最も一番危険な相手と言っていいかもしれません。工藤の右が顔面を捉えました。ああこの距離はどうでしょうかね。ちょっとカルレペースになってきましたね。そうですね、カルレの正確なパンチが工藤の顔面を捉えています。1ラウンドの終わりあたりから工藤の顔つきが変わりました。やはりこの挑戦者は強いと、そう工藤自身が感じ取ったのかもしれません。カルレの左出す。工藤が入り込もうとしますと、カルレの左が飛んできます。はい。工藤君もっと動かなきゃダメですね。やっぱ足を使って。足使った方がいいですね。はい、あ、今みたいに右ストレートいいですよ、工藤君も、はい。さあ、早いラウンドから激しい打ち合いになりました。しかしあの工藤の場合ですね、はい、ストレートを打たれた時に後ろへのけぞる、首がのけぞる癖があるんですよね。これがあまり印象が良くないということは言ってましたが ね、はい、じわっじわっと攻めていきます。アイブカルレ、まあ、あのボクサーファイターというふうに言われているんですが、よく前へ出てきますね。第2ラウンドも終わりました。第2ラウンド花形さんの採点はアイブカルレが取りましたね、はい、10対9です。10対9で、さあ工藤がこの後どんな試合を見せますか。第3ラウンド開始のゴングになりました。30戦して30勝負けなしという、そのうち17の KO 勝ちがあります。ウガンダのアイブカルレ。花形さん、ウガンダという国はプロの選手がいないそうですね。そうですね、まあ、この人は現在あのデンマークのコペンハーゲンに住んでいるんですが、ウガンダの国籍で出ております。従いましてチャンピオンになりますとウガンダからは初の世界チャンピオンということになります。軽く右を出します。挑戦者アイブカルレ、また右のストレートが入りましたが、あの右でバランスを崩します。左が入りました。左がカウンターになりました。カルレの左が工藤が入り際に入ってきます。これが見事実にタイミングが決まっています。正確なパンチ、工藤も打ち合いに出ています。工藤も打ち合いに出ました。工藤も打ち合いに出ました。ちょっと工藤君の回り方が逆になりましたね。そうですね、アイブカルレを中心に右へ回ります。工藤、田中さんの言うように左に回らなくてはいけません。相手の外側に出なくてはいけません。左ストレートを食いますからね。そうですね、まあ、花形さんもサウスポーとは何度も対戦しておりますけれども、やはりその辺が気になりますか。そうですね、はい、右です。アイブカルレの引っ掛けるような右、あの引っ掛けもいいですね。右の引っ掛けも、いいですね、左から右です。工藤奥戦です。すでに汗をびっしょりとかいています。工藤、カルレの右はボディーブロー。カルレのあのパンチ力なんですがね、どういうご覧になりました。そうですね、まあ一発ではあれしないようですけど、
結構重そうなパンチですね。そうですね、公開練習の時と比べますとやはり試合になりますと違いますね。そうですね、はい、公開練習の時は軽くやってましたからね、分かんなかったですけどね。秋田入ってからの練習もずっと私取材したんですが、公開練習の時と同じように本当のところはどうやら見せなかったような、そんな感じさえいたします。軽部の左です。今度はボディロープを背にしています。チャンピオン相変わらず右へ右へ止まっています。逆に回らなくてはいけません。右アッパー、ちょっとクロスした、そうですね、危ない、駆動危ない、今いいアッパー入りましたよ。右のアッパーを受けました、右のアッパーを受けました。駆動チャンピオン駆動苦戦しています。2ラウンド早くも花形さんの採点では10対9とカルナが取っています。試合は第3ラウンドに入っています。ちょっと駆動目腫れたみたいですね。左の目ですね、ちょっと何か左のストレート、ボディへのストレートです。今度は右が顔面、カルエ。ここで第3ラウンドが終わりました。このラウンド花形さんの採点、2ラウンドに続いて挑戦者のカルナが10対9と取りました。挑戦者のウガンダアイブ・カルレ、これまで30戦して30勝、負けはありません。30勝のうち17の KO 勝ちがあります。KO 率5割6分6厘のアイブ・カルレ。10戦目には当時全世界チャンピオンだった WBC のエリシャ・オベドに判定勝ち。そして12戦目にはやはり前チャンピオンのミゲール・カステリーニを左ストレート一発で4ラウンド KO しているという実績を持っていますアイブ・カルレ。試合は第4ラウンドに入っています。チャンピオンの工藤が2ラウンド3ラウンド花形さんの採点ではポイントを取られまして苦しい展開になりました。カルレが攻勢です。左の目が腫れてきました。工藤、あ、だいぶ腫れてますね、花形さん ね、 あ、さっきのアッパーですね。あ、アッパーです ね、 まあ、この選手練習の時にはスイッチをしたんですが今のところそういう気配ありませんね。そうですね、全然スイッチはしないですね。しかし 大変な挑戦者であることは間違いない。このラウンドまでの動きでそれは分かりました。駆動としては苦しい試合になりました。しかしスタミナの点では十分なものを持っています駆動正史。そのスタミナと根性に期待したいと思います。右のストレートボディです。実に冷静な試合運びをしていますアイブカルレ。左から右、右が顔面です。右のストレート顔面、放送席のちょうど前です。工藤も打ってれます。左のボディブロー、しかし工藤のパンチは当たりません。工藤君も一発で当たらないですね。工藤のパンチは外されています。そしてボディブローが返ってきます。左右のボディブローをもらいました工藤武蔵チャンピオン。今度は左に待っています。この周りの方がいいですね。そうですね、ちょっと距離を取りました工藤。カルレの右です。今度はボディです。工藤君もちょっと手が出なくなりましたね。そうですね、あの上下の内訳が非常にいいですね挑戦者。そうですね、はい、右右ストレート、挑戦者の右ストレート2発。あの右ストレートは見えないんですかね工藤は、はい、ちょっとあの脇の方から入ってきますよね。そうですね、激しい打ち合いになった。ロープを背にしたのは今度は挑戦者。やはりあの右のリード部のあれをもらうといけないですね。そうですね、実に落ち着いています。顔の表情その他変わったところはありません。試合開始早々と同じペース。左工藤の左、右から左です工藤。工藤の右ストレートから左、右のアッパーです。花火がアイムカルレ、じわじわっと少しずつこう距離を詰めてくる感じのアイムカルレ。しかし目はいいですね。そうですね、はい、クロークのパンチがあんまり当たらないですからね。当たりませんね。4ラウンドが終わりました。このラウンドは花形さんの採点10対10と差がありません。今両選手の表情が映っておりますがどうですか、あの花形さん、工藤の表情なんですが。そうですね、ちょっと苦しそうです感じしますね、はい、試合はこれから第5ラウンドに入ります。花形さんの採点では2ラウンド3ラウンドカルレがポイントを上げまして2ポイントの差がついております。
試合は第5ラウンドに入りました。まあ、このカルレ選手プロではですね3年半のキャリアなんですが、その前アマチュアで9年ほどのキャリアを持ってますね。そうですね。そして第1回の1974年ですか、キューバので行われましたアマチュアの世界選手権ライトウェルター級で金メダルを取っているという、そういった輝かしい実績を持ってプロ入りした選手です。現在はデンマークのコペンハーゲンを中心に試合を行っています。今右のフック、左のストレートが入りました。正確なパンチが安全を捉えています。黒くもいい右ストレートきましたね。はい、工藤としてはこの足が止まりますと苦しくなります。右のジャブです。左のフックを返しました。ロングフックを返した工藤正史。工藤の右です。あの右の打ち方なんですがね、はい、サウスポー相手の時とオーソドックス右構えの選手相手の時は右の出し方が違うんですか。左から右です。ですね、はい、もう少し工藤君は工藤の右、右のジャブです。アイブカルレ、もう少し右の内側の方から打った方がいいですか。そうですね、はい、だいたい鼻のあたりに右をつけて、鼻の前あたりにつけて、そこからまっすぐポンと出したのが当たるんじゃないですか、ね、なるほどね、カルレの左です。ちょっと抜け取りました。工藤ニュートラルコーナーに詰まりました。工藤です。うまく回り込みます。左へ回って回り込んだ工藤正史、ボディから顔面です。右のアッパーをフォローしましたが、これは的確ではありませんでした。挑戦者アイブカルレ、工藤の右ストレート、工藤の右ストレートです。あの右ストレートをもう少し多く使った方がいいですね。左から右です。左はボディ、右は顔面、アイブカルレうまく打ち分けますね。はい、しかしあの右はかなり効くようなんですが、どうなんでしょうね。そう、結構なんか重い感じしますね。はい、接近戦での打ち合いも危険のようですね。これは、どうですか。接近戦もうまいですよね。はい、どこからでも手出ますからね。チャンピオンの工藤、苦しい展開になった。左右、ちょっと食いましたね。チャンピオン工藤正史、苦しい。しかし挑戦者のアイブカルレは表情一つ変えません。正確なパンチをまるで精密機械のように打ち込んでいきます。右のボディーブロー、アイブカルレ挑戦者としての気負いも感じられませんね。ああ、完全だった。ちょっと抜けた。カルレ、これもあった。クローの右ストレート、完全になりました。アイブカルレがちょっとよろけました。花形さんの採点5ラウンド、今のがポイントになりましたね。10対9でクローが取りました。まあ、今終了間際にですね、工藤のこれですね、右ストレートですね。ダウン戦の右のカウンターに近いやつが入りましたね。右のストレートが綺麗に入りました。さあ工藤もこれでですね、パンチが通じる可能性が出てきたということで、そうですね、今の一発は大きいですね。随分自信持ったと思いますよ。はい、試合は第6ラウンドに入りました。さあ工藤の右のストレートが初めて有効だとして彼らの顔面を捉えました。まあ、思わずよろけましたから ね、 そうですね、彼らがね、どうなんでしょう、こういった選手はうまいだけに打たれるともう脆いかも分からないですね。脆いかも分かりませんね。はい、工藤は左へ回っています。この回り方でいいと花形さんが言っていました。そうですね、はい、カルレもちょっと慎重になってきましたね。そうですね、今の一発がやはり慎重にならざるを得ないかもしれません。放送席、はい、渡辺さん、チャンピオンコーナーですがね、はい、カルレ選手の右のストレート、あれはまあ要注意だということを言っているんですけれども、先ほどの第5ラウンドの最後のパンチのように、ああいうチャンスは必ず来るから慌てるなと、はい、焦るなということですね。なるほど。そしてリングの中央で戦えという指示が飛んでおります。中央で、はい、はい、分かりました。足を使えということです。はい、そうですね、今の花田さんレポートにありましたがね、ロープを背にしますとやはり良くないですよね。そうですね、はい、チャンスを待てという指示がチャンピオンコーナーから出ています。右のストレートを伸ばしました工藤。工藤は日本チャンピオンクラスと120ラウンドのスパーリングを消化しています。そして一方の彼らも
110ラウンドぐらいのスパーリングを消化しています。ともに練習量では負けません。右です。あの右は原田さんどういう形になってるんですかね。バランスを崩しますね工藤が。そうですね、はい、工藤君の左の外返しからなんか来てるみたいですね。ああなるほどね、非常に見にくい位置から来てるということはありますね。見えないんじゃないですかね、はい、サウスポー対策は十分にやってきました。チャンピオンの工藤正史、相手との距離ですがこのぐらいでいいですか。大体いいですね。そうですか、工藤君のあれですね、はい、横への動きも出てきましたね工藤、まあ、ああいう動き使ったら捕まることないですからね、はい、工藤の右です。左を軽く伸ばしました。左のジャブ工藤です。工藤君のパンチも当たるようになってきたんじゃないですか、ね、そうですね、一時に当たらないケースが多かったんですが、ちょっと流れが変わってきました。ここでゴングです。第6ラウンドもありました。このラウンドそれほど激しい打ち合いはありませんでした。花形さんの採点は10対10です。昭和26年の8月24日に秋田県の五所川町に生まれました28歳の工藤正史です。デビューが昭和48年5月18日、キャリア6年5ヶ月、5戦目で新人王、6戦目で日本チャンピオン、そして8度の防衛に成功しております。19戦目で去年8月9日ニカラグアのエディ・ガスからタイトルを奪いまして世界チャンピオンになっています。以来3度の防衛に成功しています工藤正史、これが4度目の防衛戦。試合は第7ラウンドに入りました。田中さんの採点では2ラウンド3ラウンドがアイブカルレ、そして5ラウンドに工藤が取りました。カルレの右が顔面にヒットしています。いい右が入りましたね今、はい、どうやさん、はい、挑戦者コーナーなんですがね、ほとんどあの作戦は、選手に任せてるみたいですね。ほとんどの作戦ですと、口にしてません。ただですね、ロープがなければとっくに決着がついてると、はい、ロープに当たったりしてるんですよ。そういった意味からもしても、ね、早いラウンドの決着を目指しているようですよ。そうですか、ロープがなければもっと早い回に倒していたという、非常にあの、まあ、挑戦者コーナーらしからぬですね、セコンドの見方なんですかね。それだけ自信を持ってるんでしょうね。そうですね、成績から見てやっぱりそれだけの自信はしょうがないですね。カルレの右です。右が伸びています。右、右から左、いいの入りました。ちょっと効いたんじゃないですか。いいパンチが入りました。挑戦者のいいパンチが入りました。あの辺のパンチのフォローはさすがですね。ちょっと怖いですね、はい、一瞬たりとも気は抜けません。工藤正史チャンピオン、工藤君としたら絶対足止めたら絶対ダメですね、はい、左です。工藤の左カウンターになりました。しかしすぐにパンチを返します。アイブカルレ、まあ、今のところですね、はい、まあ、身長の点では同じなんですがリーチが6センチ差なんですが、そのリーチの差みたいなものは出てますか。そうですね、まだあんまそんな感じないですけどね、はい、しかしあの非常にこう見ていましたバランスもしっかりした選手ですね、まあ、得意の工藤のレスリングでいうガブリが出てませんね。そうですね、相手はうまいですからね、そういう形にさせないですね、まあ、レスリングをやっていたということを挑戦者に話しましたら、ボクシングはですねその力でも体力でもないんだと、つまり頭でテクニックで勝つんだということを言ってましたがね。あ、そうですか、はい、あくまで冷静な挑戦者のアイブカルレ。工藤の左の目かなり腫れてきました。まだ見えますね。そうですね、はい、まだ大丈夫ですね。右です、アイブカルレ右、ちょっと出てきましたね。さあカルレが後線に出ますか。また右です。チャンピオン苦しい、ボディも右フック、ね、チャンピオン苦しい。これゴング、これゴングです。
第7ラウンドが終わりました。このラウンド花形さんの採点ではやはり挑戦者のアイブカルデ10対9です。さて第7ラウンド、今スローモーションが出てますがね、やはりこういった畳みかけるような攻撃といいますかね、その辺は得意みたいですね。そうですね、足が止まったらあの面で最後食っちゃいますけどね、はい。さて試合は中盤です。8ラウンドを迎えました。ちょうど真ん中のラウンドです。あと残り8ラウンドあります。工藤の取ったラウンドは花形さんの採点では5ラウンドだけです。2ラウンド、3ラウンド、7ラウンドと挑戦者のアイブカルデが取っています。共にまだランはありません。非常に不気味な感じがいたします挑戦者のアイブカルデ。まあ、駆動対策としてですね、蔵前で行われました駆動の2回目の防衛戦、駆動ゴンダラス戦の VTR を見てですね、だいぶ研究したようですね。あ、そうですか、はい、もう1ラウンドから全然変わらないですね。はい、全くその動きといいますか表情といいますか変わりませんですね、まあ、記者会見の時もそうでした。非常に冷静なんですね、紳士的なんですね、そして思わず新聞記者の人たちからあなたはいつもそういう風に冷静なのかというふうに聞きましたらですね、あ、右です、右のストレート、また右です。まあ荒っぽくもラフにもできるけれどもそういうことはあまりしたくないというようなことを言ってましたかね、はい、ですから余計なんか不気味に感じますね、はい、尊敬するボクサーはモハメド・アリと、そして自分のトレーナーだとこういうふうに言っておりました。私は綺麗なボクシングが信条だとこう話しておりました。挑戦者のアイブカルレ左出す、工藤が飛び込んで右のボディブロー、右出す、ちょっとバランスを崩します工藤、ちょっと足の動きがおかしくないですか。工藤、ね、君ちょっとバランス崩しますね。崩しますね、ああいう状態でカウンターになりますと尻餅をついてしまいます。工藤正史顔面を押すと見せかけてボディ、そして顔面です、顔面のフォローがありました。左のフックはブロックしアイブカルデ、右のジャブから左、挑戦者アイブカルデ、足を止めてはいけません。工藤正史左へと回ります。工藤もちょっと手数が少ないですね。そうですね、もうちょっと多くないと。右です、カルデの右、右のアッパーボディーブローです。右のジャブから左をフォローいたしますアイブカルデ。しかしこの右のジャブだけでもですね、かなり効果があるようです。そうですね、それがんが右ストレートが当たったところでゴンダス。このラウンド花形さんの採点は10対10ですか。そうですね、はい、差がありません、まあ、ちょっと彼らの花形さん、はい、まあ、カルデが強いと聞いてですね、ファイトが湧くと言っていたチャンピオンの工藤正史なんですが、今地元のから駆けつけた応援団およそ1000人ほどいるんですがね、太鼓と歓声で工藤に応援を送ってますがね。そうですね、はい、まあ、工藤選手もですね、地元でやるとその空振りでも湧くんで、非常にやりやすいということは言っていたんですがね。そうですね、僕、はい、なんかもそうでしたね。あ、田中さんの場合横浜で、はい、はい、頑張ってほしいですね。試合は第9ラウンドを迎えております。8ラウンドまで終わりまして、花形さんの採点では2ポイントカルデがリードを奪っております。左はボディーブローです、アイブカルデ。左のボディーブローです、カルデ。右、駆動の右を返しました。ああ、さあ打ち合いになりました。ああ、カルデ連打出ますね、はい。まあ、カルデの顔面もですね、多少赤くなってるんでしょうが、ちょっと分かりにくいですね。そうですね、はい、
まあ、ピーター・ナンボクという選手と試合をしたことはあるんですがね、工藤としては、やはりあの黒人ボクサーというのはその表情がなかなか変わらないのでやりにくいということを話していました。いいです、工藤の右、あー引きましたよ、あれ引きました、完全攻勢、左のストレートから見ました、チャンピオン危ない、左のストレートから見ました、しかしよく持ちこたえています、チャンピオンの工藤正史、工藤の右ストレート、工藤の右です、鼻血を出しました、工藤正史チャンピオン、右ナッパーから左フックを放う挑戦者、逆にですね下へ押さえつけられましたね、いつも工藤がやる戦法なんですが、そうですね、はい、工藤君がいつもやるんですけどね、苦しい展開になりました工藤、しかしエディガソの時もそうでした、チャンピオンを取った時もそうでした、そしてゴンザレス戦もそうでした、苦しい中で我慢をしまして、そしてチャンピオンベルトを取ったりあるいは守ったりしてきました工藤、右です、風の右ストレート、いい右出しますね、左のボディーブローです、左です、左から右をフォローしましたカルレ、まあ、軽く出しているようなんですが、そうです ですね、よく見てますよね、はい、そしてパンチが多彩です、工藤の右です、あ、工藤君もいいの入りましたよ、打ち合いになりました、採点はアイムカルレ、挑戦者が10対9で取りました。花形さん、はい、ラウンドのまたスローモーション出てますかね、はい、まあ、あの工藤もよくこのラウンドは打ち返したんですけどね、はい、さあ試合はこれから第10ラウンドに入ります、今第10ラウンドのゴングが鳴りました、花形さんの採点では2ラウンド3ラウンド7ラウンド9ラウンドとアイムカルレ、5ラウンドだけ工藤が取っています、その差は3ポイントあります。放送席、はい、渡辺さん、赤コーナーのチャンピオンはですね、はい、このラウンドあたりからどんどん出ていかせると、はい、こういうふうにトレーナーが見ております、そしてあの去年の夏のガソ戦を思い出せと、はい、こういうふうな指示を飛ばしました、そうですか、はい、やはりあの花形さん、はい、このラウンドあたりからどんどん行けという指示をですねセコンドが出しているようですが、あ、そうですね、工藤君もこのラウンドぐらいからやっぱり出ていかないとちょっと、そうですね、ポイントの上では苦しくなりますね、左がカウンターになっています、左のショートストレート、アイムカルレ入ってくるところの体力が出しますね、目がいいんですよね、ああ挑戦者の強烈なパンチ、しかし工藤もよく頑張っています、踏ん張りました、工藤ファイトという声が起こっております、また鼻血が出てきました、左から右、工藤のワンツーです、あのワンツーをもっと多く使うといいと思うんですけどね、はい、どうなんでしょうか花形さん、このペースでいきますとですね、何かこうカルレのペースのような気がするんですかね、そうですね、今ずっとそうですね、もうカルレペースですね、はい、工藤としてはもっと積極的に打ち合うか、それともですね徹して足を使うか、中途半端は良くないんじゃないですか、そうですね、連打するとか連打して離れちゃった方がいいんじゃないですかね、はい、また左へ回り始めました工藤です、左です、あ、マウスピースを反対しました工藤チャンピオン、ミーラッパーはカルビーです、アイルカルレ、工藤にしては珍しくウィーフィングダッキングを使いました、カルレは本当目がいいですね、はい、まあ、視力は工藤も 1.5、1.5、そしてカルレも 1.2、1.2 なんですがね、しかしその勘といいますか、そうですね、そういったものは素晴らしいものがありますね、しかし無理をしてこない選手ですね、
絶対深い追いはしないですね。追いしてこないですね、まあ、この辺では逆にですね、工藤としてはカルレが出てきてくれた方がカウンター取りやすいと言ってましたかね。今ちょっと食いましたね、はい、左工藤の右も入りましたが、相手のパカルレのパンチも入っています。じわっじわっと工藤を詰めていきます。挑戦者、ここで第10ラウンドが終わりました。このラウンド花形さんの採点はやはりカルレですか。そうですね、はい、10対9です。さあ残り5ラウンドになりました。試合は11ラウンドに入りました。今開始のゴングになりました。工藤としてはサウスポー対策は十分にやってきました。日本ジュニアミドル級チャンピオンの堀畑、そして日本ウェルター級チャンピオンの亀田、そして日本ライト級チャンピオンの風間にはサウスポーになってもらって練習をやってきました。かなり練習を積んできています。工藤正史チャンピオン、左から右です。工藤もセコンドの指示通り積極的に手を出しています。しかしちょっと手数の点で少ないような気がしますが、花形さんいかがでしょう。そうですね、はい、少しこのラウンド出てきたような感じますけどね、はい、もっと出さないといけないですね、ちょっと正確さがないですね。あ、今度はまた左前になっています。今バックハンドですね。あ、そうですね、練習の時も時々使っておりましたが、バックハンド手の裏側で打ちました。レフリーの注意を受けております。今日のレフリーはアメリカのロバート・フェララ。わっしょいわっしょいの声援は地元五所の目町から駆けつけました応援団です。今また右をもらいました。打ち合いに出ました。ああ、打ち合いに出ています。ああ、ちょっと足つかないと危ない。工藤危ない。足を使って逃れました。工藤苦しい試合です。前回のゴンザレス戦も8ラウンド9ラウンド10ラウンドあたりは試合をやめようかと思った後で話していました工藤です。試合は11ラウンド完全攻勢です。アッパーです。アッパーからのフォローがありました。ボディ顔面への打ち明けも忘れません。工藤のワンツーちょっと届かないですね。工藤正史、左のボディブローです。アイルカルレ、カルレは本当に上下打つのは上手いですね、はい、ボクシングは倒すことよりも勝つことが先決だとこういうふうにはっきり言っていました。KO にはこだわらないと言っていましたアユカルレ。その辺がやはり試合運びに出てますね。そうですね、絶対無理しませんからね。無理しません、この辺が30戦30勝無敗という成績に表れています。ここでゴングです。11ラウンド終わりました。このラウンド花形さんの採点やはり10対9アユカルレが取っています。さて花形さん、花形さんの採点でもですね、9ラウンド、10ラウンド、11ラウンド続けて、はい、アイブ・カルレ、合計6ラウンドカルレが取ったラウンドがあります。そして工藤が5ラウンドだけということでちょっとポイントの上で差ができてしまったんですが ね、残り4ラウンドになりました。工藤としてはあと全部のラウンドを取るぐらいでいかないと。そうですね、ちょっと苦しくなりましたね、しかし工藤には持ち前のファイトがあります。そしてスタミナがあります。最後まで勝負を諦めません、チャンピオンの工藤正史、まあ、この辺があの工藤のいいところですからね、そうですね、はい、できればダウンを奪ってポイントの上で大きくまた挽回したい工藤正史。工藤君もなんか一発狙ってきたような感じしますね。そうですか、じりじり出てきてますね、はい。非常に緊迫感のある試合です。右です。カルレの右、左、今度は左です。あの引っ掛けがうまいんですよね、右の、
あの右の引っ掛けるようなパンチで工藤がバランスを崩すケースが何度かありました。工藤の右です。今度は左、まあ、工藤としてはですね、何とかチャンスを見つけようとしてるんですがね、そうですね、何せ相手はうまいですね。うまいですか、またマウスピースを吐き出しそうになりました工藤正史。だいぶ口の中も切ってるんでしょうね。そうですね、カルネの右です。工藤も右、工藤の右ストレート、カルネが左のストレートを返しました。工藤君の今右ストレートも良かったけどちょっと浅かったような気もしますね。そうですね、カルネの右から左です。はい、工藤の右です。いいですね、また右ストレート、工藤グラウンドに挑戦者のカルネが工藤の右のストレートを受けましてグラつく場面がありました。そういった場面をもう一度見たい。バランスを崩しています工藤。ワッショイの声援です。3階席に陣取りました応援団、共にストレートで勝負していますね。そうですね、工藤の右です。カルネの右、左のストレート、あの左のショートストレートがですね、失敗から良かったですね。そうですね、はい、これはポイントの上ではチャンピオンとしてはかなり苦しくなりました。何としても思い切って攻め込んでダウンを奪いたい工藤です。右のボディーブロー、工藤正史、最後ショートフック、まあ、花さん、今までは右ストレートだけで左フックはあまり使わなかったんだ、今度は左フックで倒せるような気がすると言っていたんですが、12ラウンドが終わりました。花田さんの採点は10対10、このラウンドも差がありません。さて今映っておりますのはこの試合の模様はデンマークにラジオテレビを通じまして放送されております。そのアナウンサーが映っております。しかしこれはですね、果たしてウガンダから初めての世界チャンピオンが誕生するかというケースも考えられますね。そうですね、はい、もう工藤君倒さないとちょっとあれかもわかんないですね。厳しくなってきました。右です、いきなり工藤の右、第13ラウンドに入って右のストレート、ショートのいいパンチが入りました。顔面にヒットしています。工藤正史、残るラウンドは3ラウンド。サスポーにあの右のストレートはいいんですよね。そうですか、チャンピオンとしてはなんとか残り3ラウンドでチャンスをつかみたいところです。まだスタミナの点では大丈夫でですね、動いてますね。動いてます、はい、右です、右のストレート、工藤の右ストレート、一発 KO の威力を秘めています。工藤正史、まあ、重いクラスですから。そうですね、一発 KO 入りますとね、逆転の可能性十分にありますよね。十分ありますね、はい、工藤も捨て身の戦法に出ています。工藤も捨て身の戦法、得意の今ガブリーが引きずるような感じのものが出ましたけども、巻いてきました秋田県立体育館です。もう一度グラウンドのような見せ場を作ってほしいチャンピオンの工藤正史。カルネは落ち着いてますからね、1ラウンドから全くその打ち方、表情、その他変わりないですね。全然変わってないですね、はい、前引きずるようにしました。これはレフリーの注意を受けています。これが工藤得意の顔面なんですが、これはもちろん反則です。しかしこうでもした相手工藤としてはですね、やはりちょっとカルネのですね技術に苦戦していると、そうですね、右です、右に入ると、また右、工藤の右ストレート顔面にヒット、左から右、工藤打ち合いにこれは出た方がいいですかね。もうこれ出た方がいいですね、はい、もうこうなりましたら打ち合いに出るしかないですね、はい、
してまた左のストレートが飛んできます。工藤はしかし苦しいところです。右から左に歩むカルレ挑戦者です。カルレの左ストレート、さあカルレもちょっともう何ですか、目つきが変わってきましたね。出てきましたね、はい、チャンスと見てるんでしょうか。カルレ左から右へミラッパ、あーストレート、あーちょっと来ました、工藤を投げた、これはダウンか、これゴング、これゴングです、これはゴングですね。そうですね、はい、13ラウンドゴングに救われました。今のはスリップです。このラウンド花形さんの採点、挑戦者カルレが取りました。10対9。今ダウンに近いと思うんですが、スリップダウンがあったんですがね、しかし工藤選手としてはこのピンチ、残り2ラウンドなんですが、ゴンザレス間で起死回生のですね、左が当たったあのことを思い出してですね、頑張ってほしいですね。そうですね、一発で逆転の可能性というのは十分にまだ残されております。試合は第14ラウンド、左フックです。工藤の左フック、もう2ラウンドですからね、防衛戦です。そうですね、このラウンドは泣いても笑ってもこのラウンドと最終ラウンドだけ。右のストレート、このラウンド工藤の動きですね。そうですね、はい、工藤頑張るという声が飛びました。地元秋田で取りましたこのチャンピオンベルト、カルレに渡したくない、そういった気持ちが強いでしょう工藤正志。試合は第14ラウンドに入っています。ポイントの上では田中さんの採点では大きく差がつきました。しかしジュニアミドル級の重いクラス、一発逆転の KO も考えられます。頑張ってほしい工藤正志。工藤が右を返しますとカルレの左が飛んできます。やはりこの辺もカルレ のいいところなんでしょうね。そうですね、はい、打たれた後すぐ近いんですからね。ちょっとふらついています工藤です。ちょっとよろけました。やはりかなりスタミナを消耗はしているでしょう。ちょっとそうですね、はい、工藤君の方はちょっと疲れてるみたいですね、はい、しかしなんとか根性です。そして今までしてきた練習を全て出し尽くして頑張ってほしい工藤。もう2ラウンドですからね、ちょっと頑張ってほしいですね、はい、工藤の右、カルレも身を返します。カルレのパンチのスピードなんですが衰えていませんね。全然衰えてないですね、はい、しかしカルレの方もですね、なかなかダウンは取れないですね。そうですね、右です、工藤の右ストレート、ショートです。右がやはりいいですよね。そうですね、工藤君の右ストレートですね、はい、カルレの今度は右ストレートです。のけぞるようにして避けました、チャンピオンの工藤。あ、右の目もちょっと腫れましたね、工藤は。さあ、工藤が打って出ます。しかし、うまくかわしています、アユカルレ。わけに入ります、レフリーです、ロバート・フェララ。工藤の右外されています、細かいパンチ、カルレのアッパー、そしてフックが顔面を捉えました、右のストレート、またマスピースを上げ出しとなりました工藤です。苦しい展開、工藤正志、しかしなんとか頑張ってほしい。14ラウンドが終わりました。このラウンドは花形さんの採点10対10ですか、ちょっとカルレのはちょっと有利な感じもしますけど、はい、さて残るラウンドはこのラウンドだけになりました。ポイントの点では田中さんの採点では6ポイントぐらい差があるんですが、工藤としてはこれは一発逆転の KO しかなくなりましたね。そうですね、最後の KO が実際ないですね。最終ラウンドにボクシング人生の全てをかけてほしい工藤正志。今最終ラウンドのゴングになりました。果たしてウガンダ初めての世界チャンピオンが誕生するか、それとも工藤が最後の力を振り絞って逆転の KO をすることができますか。しかし苦しい展開になっております、チャンピオン工藤正志。おそらく判定での勝ちは工藤にはないでしょう。逆転の KO を狙いたい工藤正志。ボディから頑張る右ストレート、カルレの右ストレート、
ですね。そうですね、どっからでも出ますからね。工藤としてはおそらく右がよく見えないんではないかと、そういうふうに思われます。再三右でバランスを崩しています。やはり相手の外側へ出るという基本を彼らの方が守っていると。そうですね、そして右のショートアッパー顔面に受けています。チャンピオン工藤正志、工藤君は手を出してますから、ちょっと当たらないですね。自ら吐き出しました。しかしレフリーが割って入りました。マウスピースを吐き出しました工藤正志。もうステップです。工藤としては KO しかありません。しかし体が思い切って言うこと聞かないんでしょうね。もうちょっとだいぶ疲れてるみたいですけどね、はい、かなりスタミナを消耗しています、チャンピオン工藤。ボディから顔面、こうなったらダウンはしたくないという気持ちがあるかもしれません。そうですね、はい、最終ラウンド思い切って打ち合っています。工藤の右ストレート、頑張れ工藤。もう少しだから頑張ってもらいたいですね。右です、右のボディーブロー。しかしちょっと打ち方がですね、雑になってきましたね。手は出してますけどちょっと当たってないですね、はい、右は空振りです。工藤正志、残り時間あと30秒、残り時間が30秒になりました。残り30秒です。最後の力を振り絞るチャンピオン工藤正志。カルベは積極的に攻めてはいけません。 KO を狙っているという感じはないですね。そうですね、はい、もうこのままいけば勝つと分かってるんじゃないですかね。カルベの右のストレート、あるいは左のストレートが入ってきます。残り時間ほとんどありません。残り4秒、これ試合終了。判定にもつれ込みました。花形さんの採点、最終ラウンドは10対10だったんですが、花形さんの採点でもですね、6ポイント差ですね。そうですね、工藤が取ったラウンドは5ラウンドの10対9、右のストレートカウンター気味に一発いいのが入った。カルベがちょっとよろけたんですけれども、すぐその後ゴンが鳴ってしまった。そうですね、あれが5ラウンドの最初だったらまだ違った展開になっていたかもしれませんね。逆転になったかもわかんないですけどね、はい、まだ正式な判定は出ておりませんけれども、おそらく新チャンピオンの誕生です。今コールがありました。ウガンダから初めての世界チャンピオンが誕生しました。工藤正志、4度目にして地元秋田で敗れました。新チャンピオンはウガンダのアイブ・カルレです。カルレがチャンピオンです。今試合終わりましてですね、工藤のところへ行きましたね、はい、最強の挑戦者だったわけですね。そうですね、やはり戦績が物語るようにですね、アマチュアで金メダルを取った、そしてプロ入りした、アマチュアのキャリアが9年もありました、そしてその才能を見出したのが今リング上に上がっています、メガネをかけていますモーゲン・パレマネージャー、このマネージャーがプロ入りをさした、そしてプロに入ってなかなか世界タイトル挑戦へのチャンスがつかめなかったんですよね、はい、敬遠されてたんでしょうね。はい、その一度のチャンスを見事ものにしたアイブ・カルレです。今スローモーション出ておりますがね、こういったのけぞるケースが多かったようです。今採点表が入りました。レフリーのフェララさんが149対139、10ポイント差ですね。そしてジャッジのレダーマンさんが146対139、それからもう一人149対146、3対0です、今勝ちましたアユブ・カルレ選手に日刊スポーツ新聞堀井茂企画局長から勝利者盾、そして秋田先駆け新報社取締役事業局長の高橋康介さんから勝利者トロフィーがカルレに贈られました。そして秋田放送とテレビ朝日からの勝利者トロフィーが秋田放送代表取締役社長斉藤豪三さんから贈られます。また負けました工藤には秋田放送とテレビ朝日から関東賞が秋田放送常務取締役工藤豊さんから贈られます。
金方さん、はい、今採点をご紹介したんですがね、1人が149対146、はい、そしてジャッジのもう1人レダーマンさんが146対139、はい、レフリーのテララさんが149対139と、はい、かなり、まあ、それぞれ差はあるんですけれども、3対0で負けてしまったということですね、はい、まあ、工藤選手、まあ、今後ですね、はい、しばらく休養を取って、はい、再起するのか、それともこのまま引退するのか、はい、まあ、秋田の地元のファンとしてはですね、再起してもらいたい、そんな気がしますね。そうですね、はい、まあ、課題はどういったところにありますか。課題はどういったところにありますか。まあ、相手は思ったよりうまかったんじゃないですかね、はい、まあ、しかしそれにしてもこの最強の挑戦者を相手によくフルラウンド戦いました。チャンピオンだった工藤正史です。今日は新チャンピオンが誕生したことをお伝えいたしまして、この辺で秋田県立体育館からお別れしたいと思います。